はい。はい。2022年10月6日木曜日20時になりましたので、ハンドメイド教室のいろは、今さら聞けないことを話しちゃうを始めようと思います。今日のテーマはですね、番外編です。番外編なので、ちょっとハンドメイドには関係ないことをですね、お話ししようと思っています。テーマ、続けるために必要なことをテーマとしてお話ししようと思います。その前にですね、私の自己紹介。手織りの教室とアルメニアン教室を開いています。手織りの教室は20年以上続いています。そのキャリアを生かして、長く続けるためには、長く受講していただくためにはどうしたらいいかっていうようなポイントをお伝えしています。布クリエイター&ハンドメイド特化教室運営アドバイザーとしてお仕事をしています。ゆさあきこ、省略してゆあと呼んでいただけると嬉しいです。今日はですね、そのね、長く続けるためのポイントということをお話ししていこうと思いますが、今日はちょっとその前にね、ごめんなさいね、雑談。寒いですね。寒くないですか？今日は思いっきり膝掛けをですね、ちょっとこう膝にかけながら、足の方はルームソックス、毛足のあるねルームソックスを履きながらの、インスタライブでございます。ごめんなさい、ちょっと突然むせてしまいました、うん、ということで、まだねどなたも来てはくださってはありませんけれども、このね配信は YouTube の方でも配信しておりますので、もうそろそろねテーマについてお話ししていかないとですね、プチッと、ね、切られてしまうのでお話ししていこうと思います。でね、なんでこのテーマにしたかと言いますとね、続けるためのポイント、私よくね、他の方ですよ、初めて会った方にもですね、こういったことをお仕事してるんです、もう20年近くやってるんですよとかね、お話しすると、すごいですね、どうしてそんなに続くんですかとか、よく続きますねとか、続けるためのポイントってあるんですかとか、よくよく聞かれるんですよ。結構というか、すごいですねってまず言われちゃうんですね。で、これ、そっか、続けるって、そうだよなと思って、私もこのなんで続いていくのか、続けられるのかっていうことをですね、ちょっと考えてみたんですよ。ね。あまりにも言われるんで、なんか理由と、ポイントがって言われて、って思っちゃったことがあるんですね。で、じゃあまあちょっと考えてみようと思ったっていうのが、あ、第一バースデーさん、はじめましてです。はじめましてかな、本当に。今日のテーマはですね、続けるために必要なことという、ね、ちょっと番外編でお届けしています。ちょうど今、お話し始めたところです。でね、そうやって、多くの方にですね、私、なんでそんなに続くんですか？続けられるポイントなんですか？ってね、本当にね、よく聞かれるんですよ。それでね、考えてみました。なんで私そうだよな。まあ、手織り教室続いてるし、ブログも随分書いてるし、なんでだろうかなって思ったんですよ。ね。ね。なので、このテーマをね、ちょっと、あんまりそんなに続けられるって、特別なことではないんだなというふうに思ってですね、このテーマについてお話ししようと思って話しているところなんですけれども、前提としてね、初めから何でもね続くんでしょ、ゆあさんはって
思われるかと思うんですよ。全然本当に。でもね、でも続かなかったことって何あるかなと思ったんですけれども、多分いっぱいね、今まで生きてきていっぱいあると思うんですけど、小さいことはちょっと覚えてないんですよ。ちっちゃいこと覚え、ちっちゃいちっちゃくに些細なことをね、やろうと思って続かなかったこととかってあると思うんだけど、思い出せなくて。でもあった。一番続かなかったのは仕事です。引きますよね。一番続けなきゃいけない仕事、私3年ぐらいでもうポンポンって辞めちゃってます。丸3年じゃないです。あ、嫌なことや合わない生徒さんとかはいませんか？あ、はいはい、コメントね、ありがとうございます。嫌なこと、あのね、合わない生徒さんっていうね、苦手な生徒さんどうしますっていうね、テーマでね、以前お話ししたことあるんですけど、いらっしゃいました。いらっしゃいます。もちろん人間ですから。でもそういう時に私は反対にいろんなこと聞いちゃうんです、その方に。そういう方って大体は、特にね、今はそんなにもうね、30代にはとても見えない ですからね。キャリアは結構積んできたっていうふうに見えるので、ほぼ全員の方というわけでね、多くの方はね、生徒さん、年上なんですね。で、もっと若い時は、もっと私は若く見えたんですよ。自分で言うのもなんで言うんですけど。もちろん、もっと年上の方が多いので、大丈夫なの？この先生。っていう感じで、来られる、生徒さんっていらっしゃるんですよ。そういう方を思いっきり私は持ち上げます。苦手だなって思った方。あ、そうなんですか。じゃあ、ここの辺はどうにされるんですか？とか、先に言っちゃう。とか、そういうちょっと合わないっていう方って、割とそう、自分はできるんだよとか、あなたよりを知ってるわよとかっていうことを言ってくる感じの方じゃないですか。第一バースデーさん。私の場合はね、割とそういう感じの方が多かったんですよ。だからそういった方には、反対に、私の方から、どう思われますかとか、あ、さすがですね、何々さん。でもね、こういう時はこういうふうにするのもいいんですよ。とかいうふうに、一応その方を立てるというかね、まあいい意味では立ててるんですけれども、そんな感じにして、ていう言い方おかしいんだけど、します。そうすると、自分がやっぱりね、その場でね、そのいう方って、主役になりたいのよね。だから、主役にさせてあげます。あとは、あ、この辺のことはちょっと、例えば縫うこととかね、私の教室で教えてること以外でも得意なものがあるって分かったら、その方に、あ、その方は、どうやってやったらいいんですかっていうふうに、その方に一番初めに聞いちゃう。そうすると、やっぱり、ちょっと違っています。そうするとね、だんだんそうやって角を出してきてたのが、だんだん楽になってきます。で、嫌なことね、私ね、教室やってて嫌なことって、変な意味だけど、嫌なことができちゃうのが好きなことだと思ってるんですよ。好きなことを仕事にするって言うとね、みんな、レレ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 レ
勘違いされてる方がいらっしゃるかと思うんですけど、私はそうじゃないと思ってます。好きなことだからこそ嫌なこともやらないといけないんだなと腹をくくるだなっていうことを、この手織りの教室を二十何年やってきて感じてます。第一バースデーさんは何の教室やってらっしゃるのかな。よろしければちょっとね、何の教室ですってね、コメントしていただけると嬉しいんですけれども、私はそんな風に感じてます。始めてしまった責任があるな、やめたいなって思ったこともですね、っていうかほらだんだんやっぱりね、コロナとかで生徒さんも集まらなくなってきちゃうと、はあ、やめたいなって思ったこともありますよ。でも
一人でも生徒さんいらっしゃる限りは走り出した責任があるって思ってしがみついたっていうのはあります。なので、好きなことほど嫌なこと、苦手なことをクリアしていかなきゃいけないんじゃないのかなと、私は、これは私のね、もちろん考え方ですけど、私は感じてます。感じて超えようと思ってきました。そう、変な話、ちょっとね、今日のテーマと違っちゃうかもしれないんですけれども、生徒さんを集めるために私チラシ配りもしたことがあります。普通ね、よくティッシュ配りとかね、今あんまりチラシ配りか見たことないですけれども、あれってなかなかできることじゃないじゃないですか。でも生徒さんを集めなきゃいけないって思ったらやれちゃうんですよね。やらなきゃいけない、言われても言われても、いや、傷つくことを言われても。傷つくことってどんなこと言われちゃったんですよ。そんなこと、そんなことわからないんですかとか、そんな感じですか。私ね、傷つくことって言われたことないかもしれない。どんなこと言われちゃったんだろう。でもね、例えば、そういう傷ついたことを言われたとして、他に生徒さんいらっしゃいませんでした。他の生徒さんたちってちゃんと聞いてるんですよ、そういうこと。だからその時にご自身がどういう受け答えをするのかなっていうのも、他の生徒さんたちに耳暖房にして聞いてるんですよね。その時のどういう態度をこの先生取るかなって、言い返せないと次の授業まで引きずったりしませんか、私だから言い返そうとか思ったことがないです。叩こうと思ったことないです。全然次の授業まで引きずったこともない。これないですって言い切っちゃってアドバイスにならないかもしれないんですけれども、つまりその人に負けちゃったなーって思っちゃうっていうことかな。だからその生徒さんに言わせちゃえばいいんじゃないですかね。負けも勝ちあり。なんだっけ、そういうの。そう。そういう方って、自分が主役になりたいんですよ。あ、一人ね、そこで商売始めちゃった方いらっしゃいます。あ、あずちゃんさん、こんばんは。今ですね、ちょっと違うテーマでお話ししてまして、第一バースデーさんがですね、教室中に嫌な生徒さんになんかね、非常に傷つくことを言われちゃったんですって。で、その時にどうしたらいいですかっていうご質問を受けまして、今そのことをお答えしてるんですけれども、一人ね、その場所、教室の場所でね、商売始めちゃった方いらっしゃったんですよ。商売っていうかね、糸をね、自分でこういう糸売れるんですよ、みたいな感じのことを言い出しちゃった方がいらっしゃるんですよ。そういう時にはやっぱり、その教室でね、主役の、イニシアチブを握ってるのは私なので、あ、ごめんなさい、何々さん、ここはね、ちょっとその場ではやらないようにしてくださいねって言います。はい。言い返せない、言い返そうって思って戦わないで、まずね、あ、そうですねって、最初に、何言われちゃったのかな、ちょっとその辺がね、言えないことなのかな。そう、そのレベルにもよるかもしれないんだけどな、どんな悪口とか、プライベートなことでガンガン言われちゃったりとか、そんな感じですか。第一バースデーさんの、その言い返せなかったみたいな感じで、だからそれって引きずっちゃうってことは悔しいとかね、なんかそういうドロドロしたものがこの中にこうあっちゃうと引きずっちゃうっていう感じじゃないかったでしょうかね。その辺の状況はちょっと分かんないので、アドバイスに、そう、変わった人たちいらっしゃいますよ、とってもいらっしゃいます。あ、困ったなーっていう方もいらっしゃいますで、まあ、つい今ね、やってらっしゃる方も割とできる方って
困ったなーっていう感じなんですね。私の課題よりもどん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 なんか、やってしまって、ここでこういうことを教えようと思ってるのでそれ言っちゃうみたいな感じで、その時にちゃんと私話し合います。どのような目的でいらっしゃったんですかみたいな感じで、あ、キルト鈴木さんがこんばんは、ありがとうございます、来てくださって、今ですねちょっとねテーマと違うことをですねお話ししてる感じなんでございますが、第一バースデーさんがですね、教室中にちょっと立ち直れないような嫌なことを言われてしまって、こう言い返せなくて、そういう時言った時はどうしたらいいですかっていうご質問を受けてまして、そのことに、ね、関して、ね、お話ししてるんですけれども、ね、難しいよね。ただあんまり私の場合はだから、戦おうとしない、そうですねとか言って、じゃあ何々さんはどうしますかとか、主役にしてさせちゃう、それじゃダメ、ダメ、あんまり答えになんない。大事パースでさ、ごめんなさいね、そう、あんまり戦おうとしない方がいいような気がするんで、あとちょっと困ったなっていう時には最初にこの教室ではそれはしてくださいねっていう風にちゃんと言う、こっちの立ち位置がしっかりしてないと、そう、指揮者みたいなもんですよ、私たち教室の先生っていうのは。なので、その場の雰囲気を良くするのも悪くするのも先生なので、商売始めたちゃった方もいらっしゃるんですね。変な話、他の生徒たち、どうしよう、いいのかなっていう、なんていうの、そりゃそうだよね、普通の常識としてはそうなんですよね、商売始められちゃったら私差し置いて。なので他の常識のある生徒さんたちはそう感じてるんで、やっぱり自分の立ち位置をちゃんとね、自覚した方がいいっていうのもあるかもしれないですよ。で、あとは戦わない、そういうなんかね言ってくる生徒さんって自分が主役になりたいのでさせちゃう、あ、そういう得意なことあるんですねとか、でもここはこうした方がいいんですよっていう風にちょっと見せられるといいんじゃないかなと思うんだけど、が第一バースデーさん、ごめんなさい、答えになってなかったら参考になれる、なると嬉しいんですけれども、キルト鈴木さんはどうですか、そんな嫌なねことを言われちゃった生徒さんに例えば言われちゃったらどうしますかね。キルト鈴木さんのアドバイスお待ちしてます。で、今日ごめんなさいね、今日のテーマは続けるためのポイントなんですけれども、さっきねちょっとね第一バースデーさん、あ、何につけても文句を言う人はいるのでその場は流せるのですが、悔しくて引きずって しまいます。ああ、そうね、文句を言う人ね、っていうことは主役になりたいのよ、その人を立ててあげちゃいましょうよ。じゃあその何々さんはどういうふうにすればいいですかって私なら聞いちゃうっていうか聞いてきた。いるんです、いらっしゃるんです、そういう方。そういう方って絶対に先生より私の方が知ってるのよって見せたいんですよ。よくよく考えてみてください、その方の心理。だってね、普通そんなこと聞かない、言わないじゃないですか。言うってことは、第一バースデーさんに対抗してるわけよ。でもその人受講料払ってきてるんでしょ。なんだけど先生より私知ってんのよみたいな、これこうやんのねみたいなね、っていうことは裏を返せば第一バースデーさんより上に行きたいと思ってるんだから行かせちゃいましょうよね。何も戦わない。そうですか、じゃあどうやったらいいですかって聞いてみてください。で、あ、そういう方法もありますねって私本当認めちゃいます。その方のいいところもね認めちゃうんですよ。あ、お出来になるんですねって認めちゃうんですよ。戦わない。でもこの場合はこういうふうなことなのでこうするといいこともあるんですよいうふうに言うんですよ。多分ね他の生徒さんたちも分かってらっしゃいます。あ、この人って文句ばっかり言ってなんだかなんだなって絶対分かってます。ちゃんとね皆さん見てます。
バカじゃないですよ、他の生徒。バカって言っちゃダメだけど、他の生徒さんって絶対見てます。なので、あの第一バースデーさん自身が戦おうとしないで、その方を思いっきり立てちゃうんですよ。います、います、いらっしゃいます。まあ、私も1、2年目でね、そういう方たちもいっぱいいらっしゃったんで、あの、そういう方たちは思いっきり立てちゃいます。だって、私より思いっきりね、先輩の60代、70代の方とか習いに来て、いっぱい縫い方とかすごい上手な人とかいっぱいいらっしゃるんですよ。だから、あー、何々さんに聞いちゃって、とかね。キルト鈴木さん、私は生徒もいなく、教室も持っていなく、生徒になったこともないのに聞いています。そう。で、認めちゃって、そう、戦おうとしない方がいいです。はい。文句言う人は、じゃあどうしたらいいですかって聞いちゃうんですよ。私聞いちゃいます。どうしたらいいと思いますって。他に、いい方法あったら教えてくださいって私聞いちゃいます。あ、で、あ、そうですね。じゃあ、今度そういうふうにテキストに書いておきますねっていうふうに、その人を持ち上げちゃうと、いい気持ちになるんですよ。ちょっと参考にやってみてください。褒められたいのよ、その人。ちょっと褒めてみてください。でね、あとは、生徒さんの作品以外のなんかいろんなことをね、褒めてあげるといいですよ。例えば持ち物とか洋服とか髪型とかネイルしてきたらネイル綺麗ですねとか、そういう人って、ね、あんまり褒められたことないんだよね、きっとと思います。で、今日のテーマに参ります。あ、戦わない、パチパチ。私もね、えらい、いや、そう、あの初めのね、1、2年目の時ぐらいの時にはね、カチンと来てたこともありますよ。でも、あの、そうだなーって思って。っていうか、そう、その裏の心理を考えると、あの、第一バースデーさんね、その裏の心理を考えるんですよ。どうしてこの人こんな文句言ってくるのかなみたいな。あ、そうすると、あ、私より上行きたいんだなーっていうことが分かると思う。そうすると、どうしたらいいかっていうのが分かるじゃないですか。ね。あ、ダジャーレンジャーさんが来てくださいました。今日はですね、本当のテーマは、なんだっけ、続けるためのポイントだったんですけれども、今ね、第一バースデーさんが嫌なことを言われて、教室の生徒さんにね、引きずってしまうんですって。そのことをちょっとね、お答えしてました。どうしようかな、今日な、もうこのまま突っ走っちゃうから。ということでね、そう、第一バースデーさんは何を教えてらっしゃるんですか、もしよろしければ。そう、それで、嫌だなって思わないですかってね。あの第一バースデーさんが、コメントしてくださったんですよ。で、私は、あの、嫌なことやめない。そう、やめない。まあ、責任上、始めた責任上、そうそう簡単にやめれないなっていうのはね、ちょっとありますね。そう、やめれないからこそ、よくね、好きなことを仕事にっていうね、好きなことをやろうみたいなの言いますよね。好きなことって、あははは、うふふふだけでね、済まされないんですよ。と、私は自分で好きなことをやってて感じました。やらなきゃいけないこと、普通ならやれないんだよ。普通だったらやれないんだけど、好きなことをやってるからこそ、やらなきゃいけない、やれちゃうのが、好きなことを仕事にするっていうことなのかなと思います。さっきも言ったように、私、チラシを1ヶ月で1300枚、400枚ぐらい配ったことがあります。1日300枚ぐらい配るんです。できますか？普通、恥ずかしいじゃない、あれって。ね、チラシ配る。だけど、生徒さん、あの、教室を立ち上げるときだったんですね。なので、絶対にどうしても集めなきゃ始まらない。まだ誰も見学に来たいっていう人もいない。そしたらもう、どんなことでもやってみようと思ったわけですよ。それって、できませんですよね。そう。普通はできないのよ。ね。ほら、なんかこういうティッシュペーパーね、パチンコとかもないか、今。パチンコとかさ、そういうの。
ティッシュ配りとかね、普通はできない。だけどやるって決めたわけじゃないですか。そしたらで場所ももう借りちゃってるわけ、ね、赤字にするわけいかないじゃない。そしたらとりあえずいろんな SNS で発信してるけど、ブログで発信してるけど、まだ誰もその日に来るって連絡ない。よし、もうあとはチラシ配ってみよう。そういう風になったら嫌なことでもやるしかない。それがやれるかどうかかな。その覚悟がやっぱりね、変な話、好きなことやるなんて、仕事に、仕事イコール赤字にしないなんて、これ私の考えなの、アホだよね。だって変な話、ちゃんと会社勤めしてれば熱出て休んだって一応いない。今の日本の日本では有給もらえるわけじゃないですか、ね、そうはいかないからね。そうよ、そうはいかないのよ。いくつまで働くんだ私って感じでしょ。もう今になって親が反対する意味がわかるわけですよ。ね、だからさ、好きを仕事なんて、もう今ブームでね、好きを仕事にっていうことはルルルンって思うかもしれないけど、甘くないのよね、やっぱり。変な話、好きなことを仕事にする方が腹くくる必要性あると思います。高齢者になったらピラー配りもできると。いや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 、鈴木さんだったら私受け取っちゃうよ。鈴木さんが配ってたら私10枚くらいくださいって言って、鈴木さんの代わりに私配りますって言っちゃうかもしれない。そういう手もあるかもしれないよね、鈴木さん。なので、しんどかったら、本当にしんどいなと思ったらね、ありがとう、本当にしんどかったらやめちゃった方がいいかもしれないですね。もう私はなんかもうやめられません、やめたらもう恥ずかしいって思っちゃうんで。そうです。ガオダオタキじいさん、こんばんは、ありがとうございます。ね、アイコンではわかります。でも何だっけ、何をや、どんな投稿してらっしゃるのかちょっとごめんなさい、記憶にないです。今ですね、ちょっとね、今日は本当は番外編で続けられるポイントということについてお話ししようと思ったんですけれども、ちょっとやりたいことはまずやってみる。本当そうですよね。人生、そうそう、素晴らしいって、ごめんね、偉そうで、本当参考にならなかったらごめんなさいね。ちょっとでもね、ちょっとでも参考になったら嬉しいです、本当に。勉強になりましたなんて、そんな。ただね、私これ何でやってるかっていうと、教室のアドバイスということ、教室運営のね、アドバイザーとして、もちろん教室も自分でね持ちながら、アドバイス、皆さんみたいに、第一バースデーさんみたいにね、悩んでる方とか、もっとどういうふうにうまく回していきたいっていう方のアドバイスもちゃんとお仕事としてやろうと思ってるんですよ。今やり始まって、まだね、こう自転車でこう下手くそな自転車の運転中なの。で、私が反対の立場だったら、どういう先生に習いたいかなって思った時に、インスタライブすると人柄ってわかるじゃないですか。ね、この先生なら、この人なら、真剣に私のこと考え、同じお金払うにもしてもね、真剣に教えアドバイスしてくれるんじゃないかっていう人柄がね、分かってもらうためにインスタライブやってるっていうのもあるんですね。でも、こうやってこういうの時代だから、ちゃんとそういう人柄も分かってもらえるじゃないですか。なので、インスタライブこうやってねしていて、その時のね、こうやってコメントいただいた時のやり取りの仕方とかが嘘っぱちじゃないわけで、ね、このままなのよねっていうところも、やっぱり見てくださってる方、聞いてくださってる方っていうのも感じるはずなんですね。ちょっとこの人うさくさいなとか、なんでなんかわかるじゃないですか。
そういうのもやっぱり感じてもらえるあの時代なので、はい、あのそういうこともあってやってるっていうのはあるんですね。キルト鈴木さんが突っ走るとつっかえます。そうです、私ね割と突っ走って壁にガーってぶつかります。あ、皆様ここでラジャレンジャーさんの謎かけいきますよ。努力が実るとかけて新幹線と解く、光が輝き未来への望み。素晴らしい、今までの中で一番いいんじゃないですか。これ努力が実るとかけて新幹線と解く、その心は光が輝き未来への望み。すごい、あ、ほらキルト鈴木さんもからも赤丸もらいましたよ、ダチャレンジャーさん。すごい。そう、あのね、今日のテーマはですね、明日じゃない、来週またこのテーマ、あのちゃんとしたテーマでお話ししますね。本当に続けると何らかの効果とか何らかの成果が必ず出てくるんですよね。本当にそうなんです。努力が実る、本当にね、あ、やっててよかったって思う時がね必ず来るんですよ。それをね、私ね、あのちゃんとインプットされちゃったのね。だからね、やってるところがあるんですね。あ、第一番線、もっといっぱい伺いたいのに家族が帰ってきてしまったのでご飯の支度をしなくちゃ、残念。アーカイブ楽しみにしています。ありがとうございます。あ、もうね30分で終わりなので、来週の火曜日20時から、やっぱりこの続けるためのポイントやります。でね、 YouTube でも、ハンドメイド教室のいろはやってますので、同じ名前なのでチャンネル登録してみて、チャンネル登録してね、第一バースデーさん。あ、続けるのみ、そうです、あのね本当にね続けると必ず実ります。次回来週10月11日火曜日もなんだっけ、続けるためのポイント、このこと話します。じゃあね、第一バースデーさんありがとうございます。ちょっとでもね、さ、ちょっとやってみて、ちょっとやってみて、で成果が出たら言って。ありがとうございました。あずちゃんさんも終わりします。